はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。シリーズ語るファイナンス編第6号です。まず最初にご忠告です。このシリーズでは資産形成を扱うということで、お金を増やすことについてお話ししますが、その方法というのはファイナンシャルプランナーでも何でもない素人のおっさんが自分なりにリスクを管理しながら投資することでお金を稼ぐものです。つきましては、このプログラムで扱う話はたった一晩で何十万円、何百万円を稼ぐという、そんな夢のような儲け話とはまさに対極にあるもので、リスク管理がされた投資というのは、ギャンブルのような派手さもなければ夢もない。あなたにとって非常に地味でつまらない作業の繰り返しである可能性があります。そういったものがお好きでない方や、短時間で大金持ちになりたいという方にとっては、ここから学ぶものは何一つないと思いますので、どうぞよそ様の動画でもご視聴になってください。前回の第5号では、自分自身が所有するお金、資産を一度全部棚卸しして、この資産の種類にはいくらあるんだという、そのような事実の把握を行いました。そこで見えてきたのは、まだ投資をしていない多くの人は、自分の資産が日本国内の現金や銀行預金に集中しているだろうということでした。このような状態というのは、投資をすることによって被害を被るリスクを避けるあまり、投資をしないことによって被害を被るリスクに強くさらされているという状態です。だからこそリスクをしっかり管理して計画的に投資をしようというのがこのプログラムの趣旨となります。さて、今回の第6号はいくら投資するべきかということについて考えたいと思います。前回行った資産の棚卸しによって自分の全財産がいくらなのか、それが明確になったわけですが、そのうちの一体いくらを投資に振り分ければいいのかということですね。ここを間違えてしまうと大変なことになっちゃいますから、しっかりと管理をしたいところですね。まず前回の第5号では自分の資産を10個のクラスに分けました。その一覧がこれでしたね。まだ投資をしたことがないような人だと、ほとんどの資産がクラス1に集中しているはずです。おそらく株式や債券というのはお持ちではないでしょうし、海外由来の資産もないでしょう。ただ家やマンションを買った人はクラス4に大きな金額が入っていますね。いろいろな人がいると思いますが、前回の第5号でこの表を作った人全員に共通して言えることが一つだけあります。それはこの一覧表の中には自分の毎日の生活のために必要な経費が含まれているということです。つまり自分の全財産イコール生活用資産プラス投資用資産という計算式が成立します。なので今回は自分の全財産を生活用資産と投資用資産にしっかりと線引きして完全分離することを考えたいと思います。前回作成したこの一覧表は自分の全財産を示したものでしたが、今回は自分の全財産を生活用資産と投資用資産に切り分けた一覧表に書き換えます。それがこちら。はい、一覧表のフォーマットを少しだけ変えました。一覧表の右側には新しく生活用資産を記入する場所を作りました。そして左側の表は前回と同じ構成になっていますが、投資用資産だけをここに書くようになります。一覧表の構成自体は同じなので、左側の表というのは前回作ったものをそのままコピーしてください。左側に記載されている金額の一部分を右側に移していくだけの簡単な作業です。まず最初にクラス4の国内の不動産に注目します。ここの金額がゼロの人は関係ないので飛ばしてもらって大丈夫です。ただ自分や家族が生活するために家やマンションを買っているような人は、このクラス4の場所には大きな金額が入っていると思いますので、そこに計上しているその家の金額をそのまま削除してください。その家やマンションというのは毎日を快適に過ごすことを目的にした生活の拠点であるわけで、売却による利益を目的にした不動産であるとは言えませんね。つまり投資用資産とは言い切れないんですね。ただ家に住みながらも虎視眈々と売却のチャンスを伺っているというのであれば話は別です。そのような場合は削除する必要はありません。そのままでも結構です。僕が言いたいのは、購入した家とかマンションが生活のための家なのか、売却による利益を得るための家なのかをはっきりしろということですね。
今回右側には負債額を記入する欄も作りました。おそらく不動産を所有している人に借金がない人なんてのはほとんどいないと思いますので、現時点で何らかの借金を抱えている人はその額をここに記入しておきましょう。はい、次にクラス1の国内の現金銀行預金に注目します。この中には自分が生活するための日々の生活費が含まれているはずです。投資はあくまでも余裕資金から行うというのは鉄則です。なのでここのクラスにおいても投資用資産と生活用資産をしっかり線引きしておいて、生活用資産に該当する金額は左のクラス1の部分から右の生活用資産の部分に移動してください。しかしここで大きな問題があると思います。家とかマンションが投資用資産ではないということで分類するのは簡単だったと思いますが、現金や銀行預金を生活用資産と投資用資産の2つに分類するというのはちょっと難しいと思います。自分にとって生活用資産が一体いくらで、投資用資産が一体いくらなのかという話になります。これはですね、本当に人それぞれなので、この場で僕の口からは、はい、あなたはいくらですよということはできません。大体人それぞれ全財産の金額が違いますし、それに月々の収入も違います。どんなことにお金を使うのかも違いますし、生活費も違うわけですからね。具体的にいくらであるとは言えません。ただ、それではこのプログラムで僕が喋っている意味がないので、生活用資産と投資用資産をどのようにして切り分けるのか、参考にできる目安として、2つの考え方を示しておきたいと思います。まず1つ目。1ヶ月の生活費は大体いくらぐらいでしょうか？少なくともその3倍の金額、つまり3ヶ月分の生活費に相当する金額は生活用資産としましょう。そして残りを投資用資産とすると良いと思います。次に2つ目。5年以内に50万円を超える高額な出費が予定されている場合、例えば家にかかるお金とか、車にかかるお金とか、学校にかかるお金とか、結婚にかかるお金とか、旅行にかかるお金とか、一旦投資を始めてしまってから5年という時間は比較的短いもので、その時間の中で十分な成果を上げて再び現金へ戻すというのはなかなか難しいことなんですね。今の時点で高額な出費があらかじめ予定されているんだったら、その分は投資には使わずにいつでも使える生活用資産としておいた方がいいと思います。今言ったこの2つを考慮しますと、大体の人はどんなに少なくとも60万円ぐらいは生活用資産として持っておくべきなんじゃないかなと思います。まあ何度も言うようにね、収入とか生活費っていうのは本当に人それぞれですから、ここで一概に60万円とは言えないんですけどね、参考程度に考えてみてください。さてこの時点で一覧表の上では自分の全財産を生活用資産と投資用資産の2つに完全分離できたと思います。これを機会に一覧表の数字だけではなくて、自分が持っている現実のお金もしっかり分けておきましょう。銀行口座は2つお持ちでしょうか？もし2つ持っていないというのであれば必ず用意してください。2つの口座のうち1つは生活用資産を入れる口座です。この一覧表の右側にある金額をその口座に入れておきましょう。まあさすがにね、全額を口座に入れてしまうというと買い物とかに不便でしょうから、一部分は現金として自分の財布の中に入っているということでも問題ないです。もう一つの口座は投資用資産を入れる口座です。投資用資産を入れる口座はインターネットを使って操作できる口座が望ましいですね。ジャパンネットバンクとかのネット銀行を使ってもいいですし、今の時代だったら地方銀行の口座でもなんちゃらダイレクトとかっていうサービスがあって、ネットで操作できるサービスがちゃんとあります。これからあなたは投資用資産に入っているお金を使っていろいろな金融資産を買っていくわけなんですけど、その度に銀行へ行ってお金を下ろすっていうのは本当にバカ臭くてお話になりません。特に株とか債券を買うときにいちいち現金でやるっていうのは本当に不便なので、口座のお金がネットで動かせるようにはしておいてください。銀行口座が2つ用意できたのなら、自分自身で作成したこの一覧表に基づいてお金をその通りに動かしてください。そしてこれは今すぐにでもやってください。今です、すぐにやってください。生活用資産と投資用資産を一つの口座にまとめておいても悪いことしかありません。いいことなんてのは何一つありません。
一覧表でも生活用資産と投資用資産をきっちり分けたんですから、現物の方もそれと同様にきっちりと分けておいてください。そして僕からもう一つお願いがあります。このように自分の資産を正確に把握して記録する作業、これはあなたが必ず身につけなければならない新しい習慣です。3ヶ月に1回、自分の全財産の棚卸しを必ず実施してください。頻度は3ヶ月に1回です。それよりも増やす必要はありませんが、それより減らしてもいけません。3ヶ月に1回、必ず自分自身の全財産を棚卸しして、それを記録してください。なぜ3ヶ月に1回なのか。その理由は今はあえて申し上げません。繰り返しているうちに自分で気づくことができるはずです。何度でも言います。3ヶ月に1回必ずやってください。そしてこれは前回も言ったことなんですけど、あなたはこのように資産を記録するのに何を使って作業を行うでしょうか。ペンとノートを使ってもいいです。パソコンや携帯電話やタブレットを使ってもいいです。あなたがこのような記録を作成するときは、ぜひあなたの気分が良くなるものとか、あなたの気分が良くなる方法を使ってください。好きな音楽を聴きながらでもいいです。美味しいコーヒーを飲みながらでもいいです。あなたのテンションが上がるもの、あなたのテンションが上がる方法というものを駆使して、3ヶ月に1回しかないこの作業に最高のパフォーマンスで臨んでください。なぜそんなことをしなければならないか。簡単なことです。この習慣によってあなたが記録を取り続けることで、あなたが作成した記録はあなたに対して何らかのヒントを与えて、あなたの投資による資産形成を成功に導く手助けをしてくれます。良い結果のために良い道具を使って良い気持ちで作業する。これは単純なことなんですけど、とても大切なことだと僕は思っています。今回はいくら投資するべきかということについてお話ししました。次回は生活用資産から切り離した投資用資産をどのように活用していくかということについてお話ししたいと思います。はい、最後までご清聴いただきありがとうございました。このシリーズ語るファイナンス編はまだまだ続きますので、気長に聞いていってください。皆さんはどのような意見をお持ちでしょうか。僕と同じ意見であっても、僕と違う意見であっても、何かコメントを記載いただけると嬉しいですね。チャンネル登録がまだお済みでない方は、登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。